他の先進国からすると性能が低すぎて笑われてしまっているようなレベルなんです。モデルハウスの数値が高くなることはありえない。温熱計算をすることでどれだけの遊園地なのかというのが明確にわかります。はい、皆さんこんにちは。超簡単家づくり解説の店長磯野です。今回のテーマは高気密高断熱住宅の落とし穴5選、数値ばかり見ていると残念な家が建つ理由、こちらについて解説していこうと思います。今日は特に遊園地や市地などの性能数値に絶対的な信頼を置いている方、そんな方に強烈なインパクトを残していくんじゃないかなと思います。もちろん工務店や建築会社が公表する数値を参考にして会社を選ぶことが間違っているということではありません。それはご安心ください。その数値を鵜呑みにしてしまうと大きな落とし穴にはまる可能性があるんです。どういうことかというと、自分たちが想定していた性能の家にならなかったということが起こるかもしれないんです。ですから今日は数値以外の絶対にチェックすべきポイントについても合わせてお伝えしていきたいと思います。この動画を最後までご覧になっていただいた方は UH、CH 以外にも重要視するべきポイントが分かるようになって数値にとらわれないようになるかと思います。今回のようにこのチャンネルでは家づくりの情報を広く深く日本一分かりやすく発信しています。難しい家づくりのハードルを少しでも下げたいという方は高評価のいいね、チャンネル登録をお願いします。ただまだチャンネル登録しなくて結構です。この後最後までご覧いただいて、良かった、面白かった、勉強になった、ためになったという方は高評価、いいねとチャンネル登録をその時にお願いします。まず本当に重要なことなので、ここからお話しさせていただきます。これを知らずにこの後の内容を聞いていただいても本質的な改善にはならないかもしれないからです。それは営業の話す数値はあくまでもモデルハウスのケースです。約束事ではないことをご理解ください。え、そうなの？っていうふうに思いましたよね。今回の5選はそんな衝撃的なことを詳しく解説していく回となります。多分ですけども、本当の省エネ住宅がわかる決定版動画になるんじゃないかなと思います。ちなみに営業が嘘をつくということではないのでご安心ください。では早速一つ目からいきましょう。 UH の基本からお伝えしていきます。まず本当の基本です。 UH とは世界的な断熱性能を数値化した基準となっています。屋根と壁、床、そして窓、これらが外からの熱や冷気の影響をどれだけ受けにくいかが数値化されたもの。これが UH になってきます。これらは壁とかの断熱ところ以外にも床面積とか、例えば吹き抜けとか、そういったところの設備にも影響するようなものになってきます。結果的にこの断熱性能が高いことによって家の影響をどれぐらい防ぐことができるのか、こういったことがわかる数値になってきます。数値は0に近いほど高性能ということになります。例えば一般的省エネ住宅基準と言われるものでいきますと、UH は 0.87 になります。2020年から導入された ZEH 住宅は 0.6 になっています。さらに民間基準ではありますが、HEAT 20という基準は3段階あります。HEAT 20の1段階目は G1 グレード。こちらは ZEH 住宅と同じ 0.6 になります。それに上の G2 グレード。こちらが 0.46 になります。そして G3 グレード、こちらが 0.26 という数字になっています。これらの性能は高くなれば高くなるほど皆さんの光熱費が安くなってきます。さらに太陽光発電とか蓄電池と合わせることによって自給自足生活なんていうのができる住宅がこういった高性能な住宅になってきます。ただしデメリットとしては建築地のコストがこれだけ比例して高くなってくるので、そういったところの初期費用が高くなるというデメリットはあります。そしてこの UH は世界基準の数値になっているんですけども、実は日本の省エネ住宅 0.87 は他の先進国からすると性能が低すぎて笑われてしまっているようなレベルなんです。しかしようやくこの G2 グレード以上になってくると他の先進国と比較しても肩を並べられるようなレベルになってきているというような状況です。ただこれ皆さん勘違いしてほしくないのは要注意点があります。北海道とか東北とかの寒い地域だからそういう風な高い性能にすればいいんでしょうと思っている方、大間違いです。なぜかというと、今お話した UH の数字はそれぞれ東京を基準にした数値をお話ししています。なので、東京だとこれぐらい必要ですよねっていう風に国や民間団体が決めたのが UH の今の数字なんです。よって北海道とか東北になってくると、この数字よりももっと厳しい0に近い数字が基準となっているんです。では2つ目いきましょう。モデルケースと実数値の違いについて解説していきます。これ多くの方が勘違いしているのがこの UH のことになってきます。皆さんこんなこと思ってませんか？営業が契約時に UH 0.4 だと言ってたからうちもそうなんだろう。実はもっと数値は良くなっていくんじゃないか。これ完全に間違いです。営業が皆さんにお伝えしているのはモデルハウスの一番いい数字の状態を皆さんにお伝えしています。しかもこれは法律的に約束したものではないというふうなものなので、あくまでも
モデルケースでしかないです。よって皆さんのお家がモデルハウスと同じように数値が高いかどうか、もっと言えばモデルハウスよりも数値が高くなることはありえないと。これは完全に間違いです。なぜ違うかというと、UH は先ほどお話した間取りだったりとか吹き抜けのあるお家、こういったところの影響を受けたり、さらには窓の数、大きさ、こういったところにも影響を受けてきます。よって一棟一棟皆さんの選ぶ間取り、これで UH は変わってしまうんです。では皆さんが実際に数値を確認するためにはどうしたらいいのか、できないのかというところですけども、もちろん可能です。それが温熱計算と言います。温熱計算をすることで皆さんのお家一棟一棟がどれだけの UH なのかというのが明確にわかります。この時に、ね、会社選びのポイントがあります。温熱計算をきちんとしてくれる会社かどうか、これが住宅の性能で皆さんにとっては選ぶポイントになってきます。そしてこの時に温熱計算とセットでベルスっていうのを取得できる会社かどうかをチェックしましょう。ベルスを取得することによって補助金の申請だったりとか、それから軽減税率だったり、そういったところのメリットを受けることができるんです。他にも長期有料住宅の認定を取る、これもありだと思います。では3つ目です。全館空調と高断熱住宅は別物です。これも皆さんと思われたかもしれませんが、多くの方が勘違いしているのが、全館空調の家は高性能だというふうに思われている方、これ間違いです。全館空調っていうのは言葉にある通り空調なので、冷暖房のことを言ってるだけで、断熱性能については何にも歌ってません。あくまでも全館空調はエアコンの大きい版、または1個で済むような設備、そういうふうにご理解ください。そしてこの全館空調、多くの会社はエアコンを各部屋全部につけるのではなくて、まとまった場所に1箇所とか、1階と2階に分けて2箇所とか、そういうふうな設備の設置の仕方がこの全館空調になってきます。でこれまとめて運転しているということになりますから、例えばですけども、お家全体の断熱性能が低いうちで全館空調していたら、皆さんどうなると思いますか？きちんと流れるところが冷えたりとか、または冬暖かくなるかもしれませんが、家の全体を見た時に温度差が生まれてしまう可能性があるのが、性能の低いお家での全館空調になってきます。結果的に光熱費は高くなるということです。ということで、まずやはり大事なのは、先ほどもお話したような断熱性能を高めることがまず重要です。高い断熱性能は温熱計算、ベルス、長期有料住宅で分かりましたよね。その上で全館空調を導入することで、夏場は外からの熱が入りづらいので、全館空調によって冷暖房のエネルギーを抑えつつ、家全体を冷やすことができるようになります。熱がどんどん入ってくるような住宅で、この全館空調を導入することがいかに危険かということがお分かりいただけたかと思います。ちなみに私がお勧めする全館空調を導入する際の UH があります。これは G2 グレートの 0.46 以上のお家にしか全館空調は導入、私はお勧めしません。それ以下のお家の場合は全館空調はやらない方がいいです。全館空調において高断熱住宅であることがいかに大事かというところがお伝えできたかなと思います。では続いて4つ目は C 値です。C 値というのは住宅の隙間のことを言います。一般的な省エネ住宅の場合は C 値で 5.0 以下というのがおおよそ一般的に言われています。これは例えば35坪のお家の場合は、家全体の隙間をですね、集めていくとどれぐらいのサイズになると思いますか？なんと A4 用紙の大きさと同じぐらいの隙間があること、これが C 値 5.0 です。絶対まだ夏暑くて冬寒そうですよね。これが省エネ住宅って言われているレベルです。では C 値はどれぐらいがいいのかというところになるんですけども、目安は最低限でも 1.0 以下と言われています。できるならその半分の 0.5 以下、これがいいと思います。サイズでいきますと、先ほどの35坪で一般省エネ住宅は A4 サイズぐらいの隙間があったというところでしたけども、1.0 になると、なんと名刺サイズです。さらにその半分の 0.5 ですから、名刺を半分に折ったこれしかないというふうな隙間になってくるんです。さすがにこれぐらい小さくなったら、皆さん夏場も冬場も隙間風の影響、熱風の影響を受けないなというふうに感じるんじゃないかなと思います。ちなみに私のいとこが私とですね、契約してくれて建ててくれたお家は C 値が 0.21 でした。素晴らしいお家です。よって C 値の目安は 1.0 以下を基準にしていきましょう。5つ目、モデルケースと実数値の違い、これを C 値でお話していきたいと思います。この先ほどの UH と同じ考え方で、営業の説明する C 値、この基準はモデルハウスの一番いい状態を皆さんにお伝えしています。ですので皆さんの住宅の C 値を約束するものではないということです。
よってこれ皆さんのお家、間取りに合わせた C 値知りたいですよね。でも C 値は計算することができないんです。先ほどの UH は温熱計算によって皆さんの間取りとか吹き抜けとかそういった制限があって、さらに使っている断熱材の種類、厚み、そういったところから計算することができるのが温熱計算だったんですけども、実はこの C 値は計算できません。ではどうやって測るのか、知ることができるのか。もちろん知ることができます。これすごく大事なことを言います。実は C 値は建築現場一棟一棟ずつそれぞれできちんと計測をすることで測ることができます。ではこの機密は何に影響するかというと、一つ目は間取りです。二つ目は窓の数や大きさです。そして三つ目は職人さんの技術です。この三つが複合的な要素になって、新地は現場で測った時に数字が変わってくるというふうな結果になります。よって大事なことは、普段からこの機密工事に慣れていない職人さんがやったところで数字はですね、あまり良くなることはないと思います。私も機密検査をしている現場に立ち会ったこと何度もありますけども、やはりですね、レベルの高い職人さんはすごいです。この機密検査というのは一通りこの工事が途中の進んだところで行うんですけども、万が一数字がちょっと 1.0 より悪かったという場合は、再度機密工事をその後すぐやるんです。でその場でやっていくんですけども、それが私感動するのが、大体大工さんがあの辺りが多分隙間っぽいなというところですね、機密工事を施すと数字が上がるんです。なので機密検査は1回で終わるケースよりも2回3回やるケースの方が多いというふうに言われています。で最終的な数字が出たところできちんと機密工事が終わって 1.0 以下を切ったというところが確認できたら、次の工程に進むというところで、やはりですね、機密工事をする職人さん、大工さんはかなりレベル高いですし、ご自身でこの数字気にされています。ここすごく大事なポイントです。よって新築の高い住宅に住みたい方は、普段から新築の計測をしている慣れている会社がおすすめです。ということで今日は高機密高断熱住宅の落とし穴5選お話ししていきました。皆さんご理解いただけたでしょうか。でもこれからの家づくりは数値至上主義はやめていこうというふうに感じた方は、ぜひ高評価といいね、チャンネル登録もお願いします。またですね、今後の動画として今日100いいね、この動画で100いいねを超えたら、もっと重要なお話、断熱性能を上げても意味がない理由なんていう動画をですね、ちょっと考えてみたいと思います。ぜひ楽しみにしてください。というわけで今日は以上となります。また次回も楽しみにお待ちください。ではまた。